トリコロール。31回目、今日はヌック長官発売記念です。イエーイ、発売おめでとう。ありがとう。おめでとう。ありがとう。今回のヌックは絵本と音楽を一緒に合わせてお届けするという形で、作っております。なので CD のね、真四角じゃなくて、今回絵本の中の最後のページにじゃ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 ん、あ、はい、これなかった、 CD がついておりますそう、すみませんね。そうですね、こっちですね、これの最後のとこに CD がじゃ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 ん入っております。ちょっと本の紹介をしますか。はい、ネック、幼い頃に作った秘密基地。ベランダの隅にある日当たりのいい椅子。大好きな本に囲まれた屋根裏部屋。家の中の暖かくてこじんまりとした居心地のいい場所、ヌックを思い浮かべながら新しい作品を作りました。スコットランドの建築様式イングルヌックが語源となるこのヌックという言葉は、自分の小さなお気に入りスペースのこと。今回の作品の音楽はそれぞれが自分の家で録音をして制作しました。そしてその音楽とテーマのもと、野口美音さんが物語を作り、長尾浩二、私が絵を描きました。私たちのスペースから生まれた音と物語と絵が皆様のお気に入りの場所に届きますように。月刊の制作も始まっています。ヌックから生まれたもう一つの物語、音楽もお楽しみに。トリコロール、卒業証書みたい素敵、ね、素敵です。代表して読んでくる。そう、今日の衣装についてもここで紹介しちゃいましょう。ね、もうコメントでいただいておりますが、今日は、私たち最近ね、いわゆるアーティスト写真、新しい写真、そしてヌックのミュージックビデオっていうんですかね、制作のそう、その時に着ている衣装を着ているんですが、こちらはネルさん、ネルという衣装を作る方が、作ってくださった衣装でして、私たちね、ちょっと意外に思われることもあるんですけど、初めてですよね、こう、同じ制作家の方が作った衣装を3人揃って着るってことがあんまりなかったので、今回は俺たちなので、前にね、ライブの時に衣装を貸してくださったことがあって、ネルさんがすごい素敵だったので、今回ぜひということで、今日はそのお衣装で登場しております登場しておりますねえ。そして、あ、何それ、あ、あちょっと汗ばんじゃったな、人様の前だし脱ごうかしら。誰か喋り今回グッズを作ってみました。イエーイ、ヌック上巻のグッズはヌックグッズ、このハンカチです。ヌックグッズ、これすごくいいですよ、うん、このね、質感、またこのプリントのね、加減がね、すごくいい、うん、すごくいい。ちょっと手順上がるこれなん、どうやって出版するの、こう手で開けますよ、いいんですか、はい、このクロスがどうなったの、私が大賛成なんですよ、マイクに入れますか、いや、でかいです、いくよ、はい、じゃあ皆さん、カウントダウンをどういう5 4 3 2 1 0.5 0.4 おー、
私のフードヌック発売おめでとう。ありがとう。おめでとう。ありがとうございます。ちょうどソムリエみたい、その持ち方、持ち方上手やな。これこそね、マイク行きたいところです。行ってくれ。見て、上手。お店の人じゃない。あんな持ち方できる？いや、できない。左手も言う。ソムリエさんじゃん。説明もしてくださいますか、ソムリエさん。これはですね、おめでたい日限定に出しております。へー。おめでたスパークリングワインです。何のお料理に合うんですか？居心地のいい場所でいただく料理に何でも合うんですね。さすがです。はい、じゃあ乾杯の温度もお願いします。うん。ヌックには3つの袋があると。お気に入りのおもちゃを隠しておく。お気に入りのものを買うための時を隠しておく。それから幸せな気持ちをストックしておく。内ポケットのような袋があります。どの袋も大事に大事に大事にしていきましょう。ヌック発売おめでとう。おめでとう。ありがとうございます。ですね、野口みねさんに来たらって言ったんですけど、まあ、ちょっと予定もあったし、あんまり人前に出るタイプじゃないっていう話で。あ、もしかしてコメントをいただいております。電話するのかと思った。やばいなそれ。電話かと思った。電話してもこうやる感じなんじゃ。いつかやってみたら。よくやるじゃん。テレビ電話深夜の番組とかで突然してさ。もう最近はないか。まあ、電話してもいいんだけど、みえちゃんだってよ。まあ今忙しいでしょうからね。そう、うん、電話も持ってないじゃん。そうですね。そうね。確かに。確かに。ということで、野口みねさんにぜひコメントをくださいっていうことで、2人は知らないんだよね。聞いてないですね。そうなんです。私が読ませていただこうと思うんで、はい、ぶどうジュースを飲みたいと思います。美味しいね、これ、うん、これ本当にノンアルなんですよ。うん、うんうん、いきます。はい、お願いします。野口みねさんからのコメントでございます。私噛んじゃいそうだね。大丈夫、噛んでもすいません。いきます。皆さん、トリコロールのお三方、こんばんは。こんばんは。こんなテンションじゃないよね、みねちゃん、ね、いや、いいと思いますよ。いいですか、うん、ゆかさんの体を通してヌック、私の居心地のいい場所を考えた時に、それは想像の中の世界でした。この物語は想像力ダメだ。いやいや、大丈夫ですよ。想像力の豊かな子供たちのその想像の世界が温かく優しい世界でありますように。そしてその世界が大人になってもあなたを守ってくれますようにという気持ちで書いた物語です。居心地のいい場所で物語を楽しんでいただけたら幸いです。ただいまお届けいたします。ありがとうございました。お家でトリコロール。お家はヌック。イントロ間違えちゃった。Thank you.
僕が終盤で間違えたので締まりが悪いのでもう一曲やらせてください。メニスタイモン怖い怖い。Thank you.
ました。オチェトリコロでした。皆さん良い夜を。良いゴールデンウィークを。イエーイ。